動画をご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマはあの人の中で蘇ってきたあなた様への感情とはというテーマで、お相手の方の中で今どんな感情が蘇ってきたのかというのをですね、リーディングを通じて見ていきたいと思います。はい、今回も3択リーディングでやっていこうと思うんですが、まずはこちらのティンシャの音色で始まりの合図としていきます。ティンシャの音色にはこの場を清める効果に加えて気持ちをつける効果もあると言われていますので、ぜひですね皆様もお聞きいただければと思います。はい、ではですね本日もリーディングを始めてまいります。よろしくお願いいたします。はい、ではですね早速リーディングに入っていきたいと思いますが、選択肢ですね左から ABC とさせていただいておりますが、それぞれのカードについてお伝えしていくと、まず A のカードです。 A はこちらの Wisdom っていうカードで、知恵というカードになります。カードが持つメッセージについては選択肢の動画の中でお届けしていきます。はい、こちらが A になります。続きまして B のカードです。 B はこちらのですね Blessings っていうカードで、祝福というカードになります。こちらがですね B になります。最後 C のカードです。 C はこちらのですねフレキシビリティというカードで、柔軟性というカードになります。こちらが C になります。何か気になるものをお選びいただければと思います。はい、それではカードをお選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、直感でカードをお選びください。それではどうぞ。はい、カードをお選びいただけましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。はい、それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、それではですねまずはじめにこちらの Wisdom っていうカードですね、もしくは A をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人の中で蘇ってきているあなた様への感情とはというテーマで、お相手の方の中でどんな感情がですね蘇ってきているのかっていうのをですねリーディングを通じて見ていきたいと思います。はい、それに際しまして、まずはですねあなた様がいないところでのお相手の方の行動が、どんな行動をしていらっしゃるのかということと、今お相手の方の中で蘇ってきたあなた様への感情がどういうものなのか、そして、お相手の方が考えるあなた様との今後の計画ということですね、まあ、どんな計画を今描いていらっしゃるのかということと、これからあなた様とお相手の方が2人がですねこう果たしていくことは何なのかっていうのをですね見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはじめにお相手の方、あなた様がいないところでどんな行動をとっているのか、そして、あなた様に対して蘇ってきた感情がどういうものなのか、そして、ですね、お相手の方が考えるあなた様との今後の計画ですね、どんな計画を考えていらっしゃるのかっていうのを見ていきたいと思います。
ではですね、見ていくんですが、上のカードですね、こちらがお相手の方、あなた様がいないところでどんな行動を今取っていらっしゃるのか、お相手の方の中で蘇ってきたあなた様の感情がどういうものなのか、そしてお相手の方が考えるあなた様との今後の計画というのがどういうものかっていうのを表しています。はい、ではですね、早速見させていただきます。はい、ではですね、見ていくんですが、ちょっと光の加減でこの辺にしますが、うん、はい、ではですね、うん、見ていくんですけれども、お相手の方の中で蘇ってきた感情というところに、これラバーズ、恋人たちっていうですね、カードの正位置が出たんですね。うん、今お二人の関係がね、恋人であるか否かっていうのは、これ人それぞれ違うとは思うんですけれども、うん、そうですね。まあまあ、恋人っていうわけではないのであれば、まあ恋人になりたいというね、感情になると思いますし、まあ恋人である、まあ一応関係は続いているとかであれば、恋人としての結びつきを強めたいっていうね、まあそういう感情になってきているので、まああなた様に対する、まあいわば恋愛感情というところが、うん、今蘇ってきているのかなと思います。うん、まあその隣には、まあコミットメント、約束っていうカードも出ていますので、まああなた様との、まあ何かこう、恋に関する約束ですかね。うん。を、まあ、果たしていくっていうね、気持ち、まあ、感情というのも蘇っては来ているのかな、というふうに思います。うん。まあ、今後の計画のところにも、豊かさ、潤いのある環境、まあ、愛をね、豊かにしていくっていうことを表すカードが出ていますので、まあ、やはり、まあ、このね、蘇ってきた感情から、実際にあなた様とのね、関係、まあ、恋愛関係というところを、豊かにしていくっていう計画ですね。うん。まあ、それを持ってはいらっしゃるようですので、ちょっとこのあたり見ていきたいと思います。はい。うん。ではですね、まず上のカードからで、お相手の方がですね、まあ、あなた様のいないところで、今ね、何をしていらっしゃるのか、どんな行動をとっているかっていうところなんですが、まずここが出ておりまして、The Power of Purpose っていうカードが出ています。目的の力ということで、まあ、お相手の方としては、まあ、目的を持って行動していらっしゃるっていうね、ことをまず表すカードが出ました。何の目的もなくね、何の計画もなく、ですね、ただぼーっとしていたり、なんかこうね、そのあた、なんでしょうか、行き当たりばったりで、なんかこう、日々暮らしているというか、もうすごくね、目的意識を強く持って、日々行動していらっしゃる。うん。あるいはもう明確な目標を持って、もうそれを達成するために必要な行動だけを取り続けているっていうことですね。いわば、まあ、極力こう、無駄を省いて、なるべく少しでも早くですね、あの、目標とか目的の達成を心がけていらっしゃるっていうことですね。うん。まあ、ここには的があって、的の真ん中を射抜いた矢がね、刺さっているぐらいですね。もう完璧な形でも目的を達成しようというですね。まあ、そういった意気込みで動いていらっしゃるということですね。じゃあ、今、お相手の方は何を目的として、何を目標としてね、動いているのかっていうと、ここですね、出ているんですが、ジャスティスっていうカードが出ました。これ正義というカードになります。正義というカードには正しさとかですね、冷静さ、まあ、判断、決断ということを表すカードでもあるんですが、それ以外に言うと物事の決着とかですね、均衡、バランスということも表すカードになります。で、ここにですね、この天秤っていうのが描かれていると思うんですが、この天秤っていうものがこの均衡とかね、バランスが取れた状態っていうことを表すカードになっているので、何かこうバランスが傾いたり欠けてしまっているものをまたバランスの取れた状態に、まあなんでしょうかね。まあ次のカード見ていくんですけども、バランスが取れた状態に、まあ直していこうと、戻していこうと、ね、いうふうに思っていらっしゃる。じゃあ何のバランスが今崩れているのかというと、お金のバランスのようなんですね。うん。
ペンタクルの2というカードはこれ逆位置になりました。このカードっていうのがもともと正位置の時にはなんかこんな感じでね、こう2つのまあコイン、まあこれがペンタクルなんですが、それをこう器用にお手玉のようにですね、あちょっと見えてなかったですね、2枚のこのペンタクルっていうのをお手玉のようにこれ扱っている人が描かれているわけなんですが、うん、このペンタクルっていうのはお金のようなものをね、表していますので、これ金銭面、経済面、まあお仕事、キャリアとかを表す中で、両手にこう、ね、器用にコントロールしながら片足で立っているっていうことなんですが、この2枚のお金っていうのは何を表しているかっていうと、いわば収支ですね。うん。収入と支出みたいなところですね。うん。それがうまくね、バランスとか管理することができているときには片足でね、うん。立つことができるぐらいこう安定していたり、まあ余裕がある状態ですね。入ってくるお金が安定していて、出ていくお金もその入ってくるお金よりも下回っているから、まあ生活も成り立つみたいなことですね。うん。だけれども今回出ていたのはこれ逆位置でしたから、今その収支のバランスが崩れているわけですね。入ってくるお金が少ないのに、まあ出ていくお金が多くなっているとかね。うん、まあ入ってくるお金以上に出ていくお金が今、出費が今多くなってしまって生活がちょっとこう苦しいとかね。うん。その崩れてしまったバランスっていうのを、もう一回ね、立て直そうと、うん、いうふうにしていらっしゃる。まずはこうね、出ていくお金と入っていくお金のこの、まあ均衡ですが、まずは同じぐらいにしたい。まあそれこそ収入の方を上げていくとかね。うん。まあそういった形で生活が成り立つようにお金のバランスを今整えようとですね、していらっしゃっていて、それをまあ目標というか目的として、やっていらっしゃる。だからまあ無駄な支出を省いたりだとか、まあ逆に言うと収入を増やすためにはね、例えば仕事とか、まあ場合によってはこう資格とかね、勉強頑張って資格を得たら収入が上がるっていうこともあると思いますから、うん、その資格合格に向けた、まあ必要な行動、勉強ですね。うん、勉強とか実習というのもあるかもしれないですけれども、うん、もうそれだけに今身を捧げてですね、無駄なことをこう省いているみたいな、なんかそういうね、かなり強い目的意識を持った行動をとっていらっしゃるのかなというのが、ですね、出ております。うん。うん。で、まあ、それぐらいね、まあ、何かこう、まずは自分の経済状況を変えようと思っている、まあ、きっかけとなったのが、この蘇ってきた感情なのかもしれないですね。うん。どういう感情が今、お相手の方の中で蘇ってきたかっていうと、ラバーズっていうカードが出ました。うん。恋人たちっていうカードですね。で、この恋人たちっていうカードには、ま、恋人になるとかですね、恋人になるという決断をするとかね、恋人としての決断をするっていう意味のカードにもなります。うん。なので、まあさ、まずね、恋人になるというところから言っていくと、まあ、まだね、恋人という関係になっていないのであれば、まあ、恋人関係になっていく、なりたいなっていうね、うん。あなた様を彼氏、彼女にしたいなっていうね、まあ、そういう、こう、感情が今、蘇ってきている。とかね。まあ、もしくは、まあ、決断っていう側面で言うならば、以前ね、ちょっとこう、あなた様との、まあ、恋愛とか、恋人関係に関する決断がね、ちょっとこう、できなかった、優柔不断だったり、決断しそびれたところがあったのであれば、よし、今度こそは決断するぞっていうね。まあ、そういう感情もね、今、蘇っては来ているということですね。うん。ただ、まあ、やっぱりあなた様とね、これから、まあ、愛を育む仲というか恋人というね関係になっていくにあたっては、やっぱり自分の経済状況がねちゃんとこうなんでしょうかね、バランスが取れた状態にしておかないと、うん、あなた様にもこう迷惑がかかったりね、うん、まあ、恋人、せっかく恋人になってくれるあなた様にもすごく不安を与えちゃうっていうところがあるから、まずはその経済状況を整えようっていうふうにね思って、今それをこう立て直していらっしゃるんだと思うので、うん、まあこの蘇って来たね、あなた様への恋愛感情っていうのが今のお相手の方の行動を作り上げている。うん。まあそういう状態なのかなと思いますし、あとはここですけれども、コミットメントっていうカードが出ていて、これ約束っていうカードですね。まあ約束、まああなた様とお相手の方の間で交わした約束ですね。まあそれを果たしていく、守っていくっていうね。まあもしかしたらこう、ね、恋人関係になることに対する、関する、まあ、こう、約束ということなのかもしれないですが、うん。何かね、あなた様と交わした愛の約束ですね。うん、それをこう、果たしていく。まあ、以前はね、その約束が、まあ、自分には無理かも、とかね。あ、やっぱりちょっと約束果たせないかな、自分には、とかね。なんかそういうふうに思っていたのかもしれないけれども、やっぱり、こう、うん、果たしたいというかね。うん。なんかこう逃げちゃダメだっていうかね、まあ鼻から諦めるんじゃなくてね、失敗しても挑んでみようじゃないかとかね、なんかそういうまあこうね、気持ちがまあ芽生えてきて、
うん、まあ約束を果たしたいっていう気持ちもね、今蘇ってきているようなので、うん、まあかなりね、その約束を果たすことで、この二人の間の結びつきっていうのもね、これ非常に強くなっていますので、うん、やっぱりもうあなた様とね、こう深く関わ、つながっていきたい、ね、結びつきを強めていきたいという感情も蘇ってきたのかなと思います。うん。で、蘇ってきた、まあ、きっかけなのかなと思うんですね、このカードは。ソードの3っていうカードが逆位置で、このカードはもともとですね、この、まあ、ちょっと心臓にね、剣が刺さっているっていうことで、ちょっと痛々しいね、カードではあるんですが、このカードはですね、まあ、この心臓に剣が刺さっているということから、心の傷っていうことであったり、悲しみっていうことを表すカードになります。悲しみ。うん。悲しみを覚えるとかそういうことですね。うん。で、これが逆位置になると、そのね、心の傷であったり、悲しみが、まあ、癒えていくとか、悲しみがなくなるっていうことを表すカードで、うん。あなた様ともう一回ね、例えば恋人になるとか、恋人としての決断をしようという気持ちになったのは、なんかこう、あなた様との恋愛で受けた傷とか、悲しさっていうのが、だいぶお相手の方の中で癒えてきたから、なんだと思うんですね。うん。以前はこの心の傷とかね、悲しみをお互いね、強く感じていた時には、ああ、もう恋人関係にはならない方がいいのかなとかね、まあ恋人としてやっていくのは無理かなとかね、どちらかというと、まあちょっとネガティブなね、感情というのが、芽生えていたのかもしれないけれども、だいぶそのお相手の方の中では、その悲しさであったり、心の傷っていうのが癒えてきた部分があるので、うん。まあそれはいろんな理由はあると思います。時間がね、こう傷を癒していったっていうこともあれば、うん、まああなた様がね、こうお相手の方との恋愛のためにね、努力してきたことが、お相手の方の胸を打ってね、うん。で、悲しみとかね、心の傷を感じなくなってきたっていうこともあると思うんですが、まあ いかんせんね、まあここですね、まあ恋人になると、恋人としての恋愛感情ですね、うん。が今蘇っては来ているというのが出ております。うん。で、だからこそね、今後の計画っていうことに関しても、まあ、ここまず見ていくんですが、カップのキングっていうカードが正位置で、まあ、カップっていうのはですね、まあ、愛情を表すカードで、まあ、その愛情を表すカップの中での、まあ、カップのキングが一番強いカードになりますので、まあ、愛情深いっていうことも表すカードでありますし、うん。まあ、あとはですね、このカードっていうのは豊かさとかですね、潤いのある環境ということで、このカップのキングっていうのは自分だけでなくてですね、まあ、自分と関わる人とか自分の周りも豊かにしていく、ね、潤いのある環境にしていくという責任をですね、担っている人物ということで、うん、まあ、あなた様との愛をね、豊かにしていたり、もっと潤いのあるものにしていこうというですね、そういったまあ計画を持っていらっしゃるわけですね。うん。で、計画っていうことですから、ちょっと次のカードと合わせて見させていただくんですけれども、クロッシングブリッジズっていうカードが出ていて、これ橋を渡るっていうカードになるんですね。うん。で、この橋を渡るっていうカードには、It's time for healing, connecting, mending and releasing っていうカードで、今こそ、まあ、何かを癒したり、まあ、コネクティングが繋がったり、メンディングでは改めたり、そしてリリーシングっていうのは、まあ、なんかこう、不要なものをね、手放すっていうことなんですが、うん。まあ、お相手の方の中ではね、今、このヒーリングっていうのは、まあ、自分の経済状況をこれね、癒している、回復しているっていうことですね。で、コネクティングっていうのも何かこうね、しっかりと、まあ、何かこう自分と繋がってるべきものにちゃんと繋がるとかね。うん。まあ、あとはメンディングっていうのも、こう生活、まあ、例えば生活習慣とかね、まあ、経済状況を改めるっていうことかもしれないし、リリーシングっていうのは余計なものですね。まあ、まあ、例えば、こう、無駄なね、こう、支出とおさらばするとかね。だから、コネクティングっていうのは必要な、なんでしょうかね。こう、収入とつながるみたいなところですね。うん。だから、そういった、まあ、なんかこうね、橋を渡るっていうことですから、今までいた場所から新しいステージにね、この自分の、なんでしょうかね、こう、自分の身がこう、移った後にですね、あなた様との愛を豊かにしていくっていう計画を持っていらっしゃるようなので、だから今の経済状況の立て直しっていうのが完了したら、あなた様とのね、愛をこう豊かにしていくための、まあ、アクションを起こしていく。まあ、そういうね、計画っていうのを、まあ、持っていらっしゃる、描いていらっしゃるというのが出ております。うん。で、ここですけれども、ソードのナイトっていうカードですね。これが逆位置になっています。
うん、まあ、このカードっていうのがもともと正位置の時にはすごい勢いでこう前進していっているっていうことから、一気に前に進むとかですね、目標に近づくとかですね、まあそういったカードでも動き出している状況をね表すカードになるんですけれども、逆位置になるとまだこう動き出せない、ちょっと立ち往生しているということで、まだもう少しねこの経済状況の立て直しっていうところに時間がかかっているようなので、まだすぐにはね愛を豊かにしていくっていうことに対してのアクションがまだ起こせないようですけれども、まあしっかりとね立て直した後には愛を豊かにしていこうというような計画を抱いていらっしゃる、考えていらっしゃるようです。はい、ではですね、今後あなた様とお相手の方、まあお二人はどういったことをね果たしていくのか、果たしていく仲なのかっていうのをですね見ていきたいと思います。はい、ではですね見ていきます。今後お二人はどんなことを果たしていく関係なのか仲なのかっていうことを見ていくと、はい、ではですね見ていくんですが、そうですね。はい、ではちょっと見ていくと、ここですね、The World っていうカードが出ました。世界というカードで、まあお二人っていうのは今後ですね、二人で一つの世界っていうものを作り上げていく仲なんだよっていうことですね。うん。今はなんかこうね、すごく遠くに感じていること、なんか手の届かないところにありそうなことを、二人がね、これ協力することによって叶えていくんだということですね。もちろん一人の力ではすごく遠く離れたね、なんかもう手の届かない夢みたいなことがあるかもしれません。けれども、それをあなた様とお相手の方が協力することで、それはたやすく、まあたやすくっていうわけではないかもしれないけども、これ叶えることができると。うん。だから、恋愛における、例えば何だろうかな、理想ってあると思うんですね。あなた様の中で。例えばこういう暮らしをしたいとか、こういう関係になりたいとか、こんな風な生活を送っていたい恋人ととかね。うん。それを二人が協力して叶えていくんだ。二人が一つの世界を作り上げていく。まあそういう関係性なんだよと。だからもともとね、お二人っていうのは同じ世界を作り上げるために出会うはず、出会うべきだった二人がまあもう出会ったわけですね。うん。あとはまあ協力してこの一つの世界を作り上げていくっていうことなので、うん。いかにね、まあ協力していけるか。自分のね、こう、例えばエゴとか、主義主張だけをこうね、お互い押し付け合うんじゃなくて、まあ相手のこう主張もこう聞き入れながら自分のこう主張も言っていったり、時にはね、相手にこう協力していくとかね、まあそういったことをして二人が一つのね、世界を作り上げていく。うん、まあそういう関係性なので、例えばまあ一つの家庭とかね、一つの家族とか、一つの愛とか、ですね、まあ、そういったものをこう築いていく関係なので、うん、やっぱりまあこれからね、まあ別々の道を歩んでいく中というわけではなくてね、まあ一緒に過ごしながら一つのものを作り上げていく、まあそういうね、関係性だよと、それをまあ果たしていくんだよというね、ことを伝えてくれるカードが出ました。ただその実際にね、二人で一つのこの世界っていうのを作り上げていくにあたって大事になるのが、ウィズドムっていうカードですね。まあちょうど選択肢のカードにも出ているんですけれども、ウィズドム、まあこれは知恵、英知というカードになります。なので知恵をちゃんと使っていくことが大事だよということです。逆に言うと知恵を使わない、まあ例えば本能とか感情とか衝動だけで動いていては二人で一つの世界っていうのはこれ作り上げられないよと。なのでちゃんとね、自分の中にあるですね、知恵を使っていきなさい。これ知恵って何かっていうとですね、自分の中にこうインプットする、いわば取り込むものって、取り込む情報っていうのがこれ知識になります。
で、その取り込んだ情報をアウトプット、いわば外に出したり実践するっていうことで、その知識が知恵に変わるわけです。ですから、すでに、まあ、これまでのね、まあ、経験であったり、まあ、二人で一緒に過ごした中で、いろんな知識っていうのはもう蓄えられているわけですね。お二人の中に。うん。あとは、その知識をうまく活用していくことによって、二人でね、一つの世界を作り上げていくことができるから、うん。ちゃんとね、だからこれまでの経験とかを活かしていかなくちゃいけない。これまで得た情報っていうのを活かしていかなくちゃいけない。ね、こういった時にはお相手の方はこうするとかね、うん、それってお相手の方と一緒にいたからこそ得られた知識なわけですね。じゃあその知識を活かして、あ、じゃあこういう時にはこうした方がいいなっていう知恵をね、ちゃんと活用していくことができれば、うん、二人でね、素晴らしい世界、一つの世界をこれ作り出していくことができるよっていうのが出ているので、知恵を活用していくっていうのが大事。うん、そうすればYou Know in the Morningっていうカードで朝になればわかるということで、うん。実際にね、この待望の瞬間をこれ迎えられる。これ夜明けの瞬間をね、迎えようとしている人が、まさにね、もう夜明けを、がね、もう迫っているということで、うん、二人の中でのこの待望の瞬間が実際に訪れるようになるよと。ただ、これもこの知恵を使わない。うん、本能とか感情とかだけで向き合っているだけでは、ね、待ち望んでいる瞬間がいつまで経っても、これね、それに巡り合えなくなってしまうっていうことがありますから、しっかりとね、知恵を活用していくっていうことが、ね、理想の世界を作り上げていく上では大事なようです。はい。で、最後、選択肢のカードも見ていくんですが、ウィズドムっていうカードですね。まあ、ここも知恵っていうカードなんですけれども、まあ、この知恵というカードには、なんかこうね、この深海ですね、海の深いところをね、こう潜っている、まあ、人魚というか、そういったものが描かれていると思うんですけれども、うん、このカードっていうのは、まあ、こう知恵をね使っていくことによって、物事がですね水面下で良い方向にね、動いていくと、うん、ね、知恵を活用して、例えば日々お相手の方と接していたり過ごしていればですね、うん、表面的には何かねこう動いてないように見えるかもしれないけれども、実は水面下でね、どん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 二人の関係が良い方向へと進んでいって、気づけばすごくね素晴らしい関係を築いていることになるみたいなね、うん、そういった形で、まあ、知恵を活用していくことで、まあパッと見はね何も変わってないように見えるかもしれないですが、いろんなところがね水面下で良い方向にこれ変わっていくっていうのがあるので、やっぱここでもね知恵を活用していきなさいっていうカードが出ているので、うん、まあちょっと頭を使ってですね、お相手の方と向き合っていく。まあもちろんね、それは失敗してもいいので、うん、とにかく知恵を使わないっていうね、接し方だけしないようにいいですね、心がけていくのが大事かなとは思います。はい。ということで、リーディングは以上となるんですが、最後こちらについてお話ししていくと、今回もですね、いただいたご質問についてお答えしていくんですが、今回いただいたご質問は、君が別れたいなら別れるよっていうことを言ってくる彼氏の心理はっていうことでご質問いただきました。ご質問ありがとうございます。はい。まあそうですね、まあこの言葉から考えるに、まあその彼氏さん、まあ彼氏さん自身は別に別れたいとは思っていないんだけれども、まあ彼女側のね、ご質問者の方がもう別れたいという意思がね、もう強かったりするんだったらば、その意思を尊重するよ、うん、っていうことですね。別にそれはなんかこうなんかその程度の気持ちとか、うん、なんかもともと冷めてたからとかじゃなくてね、うん、やっぱ好きな人のこう考えっていうのは尊重したいっていうのは、これは一つのまあ愛でもあると思うんですね、うん、だから僕自身はこう別れたくないけれどもね、好きなあなたがもう別れてね、なんかこう、例えばもう別に行きたいとか、もう自分と一緒にいたくないっていうのであれば、やっぱ好きな人にね、そういうふうに思われて過ごすのもやっぱ辛いので、うん。それだったら辛い、悲しいけれども別れるし、まあ、ね、あなたの意思を尊重するよっていうことで、うん。君が別れたいなら別れるっていうことを言っているだけだと思うので、全然なんかこうね、まあ中途半端な思いだから、なんかそんな投げやりな感じで言っているとかではないのかなとは思うので、うん、参考にしていただけますと幸いです。はい。はい。ということで、A をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また、今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、あとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定も行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい。その他各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、X ですね、こちらも概要欄に詳細記しておりますが、よかったらチェックしていただいてフォローもしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。
はい、それではですね、次にこちらのブレッシングスっていうカードですね、もしくは B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人の中で蘇ってきたあなた様への感情とはというテーマで、お相手の方の中で今どんな感情が蘇ってきているのかっていうのをですね、リーディングを通じて見ていきたいと思います。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方のあなた様のいないところで取っている行動がどんな行動なのかということと、お相手の方の中で今蘇ってきたあなた様への感情がどういうものなのか、そしてお相手の方が考えるあなた様との今後の計画ということで、まあ、どんな計画をね今考えていらっしゃるのかっていうのを見ていき、今後ですねあなた様とお相手の方お二人はどんなことを果たしていくのかっていうのをですね見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはじめにですが、お相手の方あなた様のいないところで今取っている行動がどういう行動か、そしてお相手の方の中で蘇ってきているあなた様への感情がどんなものなのか、お相手の方の中で考えていらっしゃるあなた様との今後の計画ですね、こちらから見ていきたいと思います。はい、はい、ではですね見ていくんですが、まず上のカードからですが、こちらがお相手の方ですね、アンスマのいないところで取っていらっしゃる行動がどういう行動なのか、お相手の方ですね、今お相手の方の中で蘇ってきているアンスマの感情がどういう感情なのか、でこちらがですね、お相手の方が考えるアンスマとの今後の計画っていうのがねどんなものなのかっていうのを表しています。はい、ではですね早速カードをオープンさせていただきます。はい、ではですね、見ていくんですが、まだね、ちょっと慎重にっていうところが出ている一方で、ビューティーっていうのが出ているんですね。まあ、美しさっていうことを表すカードになりますので、なんて言うんでしょうかね。このあなた様の持つその美しさを認識する。まあ、再認識というかね。やっぱり綺麗だな、やっぱり美しいな、やっぱり素晴らしいなとかね、なんかそういうこうなんていうんでしょうかね、あなた様をこう惚れ直す感情というかね、なんかこう
見直したっていうところもあるのかもしれないですけれども、なんかこう惚れ直しているような感情というのが今蘇ってきているようです。うん、そうですね。うん、そうですね。だから惚れ直すとかもそうだし、まあ魅力を感じるということもそうだし、まあお相手の方のね行動を見るに、なんかすごくあなた様がまあ輝いて見えるとかね、まあ尊敬するようになったとか、うん、これね、あの必ずしもこれ外見の美しさっていうねだけではなく、内面とかね人としての美しさっていうところも含みますので、いろんな面でのね美しさっていうのをこう感じるようになってきているのかなと、なんかすごい再認識ね、うん。するようになってきているんじゃないかなというふうに思うので、まあ再評価っていうとちょっとね、かなり上からない言い方になっちゃうんですけれども、うん、なんか再認識するようになってきているんじゃないかなと思いますし、まあ今後の計画っていうところでは、ですね、バリアントカレッジっていうカードで、惜しく動くっていうことで、まあ自分からこうね、動くみたいな計画っていうのも、なんかこう持っていらっしゃるようですので、そうですね、ちょっとこのあたり見ていきたいと思います。はい。うん、ではですね、まずは上のカードからで、お相手の方、あなた様のいないところでどんな行動をとっているのかということなんですが、ちょっとね、今お相手の方ね、生活がちょっと荒れてるのかなというところが出ていまして、ちょっとここですね見ていくんですが、節制というカードの逆位置になりました。節制というのはもともと節約するとか節制するっていうことで、まあ不要なものを取り除いて必要なものだけを取り残して安定した状態を築くということを表すんですが、なんかねちょっとこう無駄なものにちょっとこうエネルギーをかけすぎていて、バランスの欠いた生活を送っているっていうことを表すカードになるんですね、逆位置になると。うん、ですから例えばちょっとこう浪費してしまっていたり、まあなんかこう無駄なことにちょっとこうエネルギーとか時間とかお金とかをね使いすぎてしまっていて、うん、ちょっとこうバランスを崩しているね、心の状態をこうね崩してしまっていたり、生活自体がねかなりなんでしょうかね、このすごく怠惰なものになってしまっているっていうこともあれば、かなりこうねちょっとこう荒れている、生活が荒れている、うん、何かにちょっとこう依存しちゃっていたりとかね、まあ例えばちょっとこうまあアルコールとかに依存しちゃってちょっと生活が荒れているとかね、なんかそういった形で、とてもね、まああなた様のいない部分の人生とか生活っていうのがもう順風満帆みたいなね、そういうわけではないのかなと思います。でそこからお相手の方っていうのは、まあちょっとこう現実逃避してした末にね、ちょっと生活が荒れちゃっているのかなとは思うんですけれども、シャイニングスルーっていうのが出ていて、これ輝き続けるっていうことで、過去のねあの輝きを取り戻そうと思っていらっしゃるようなんですね。多分ねかつてはすごくね輝いていた人なんだと思います。まあ過去の栄光みたいなところがあった方なんだと思うんですね。でそこから何かのきっかけでちょっと転落してしまったり、かつての輝きっていうのをちょっとこう失ってしまっているのが今なんだと思うんですね。例えば挫折したり、なんかこうね、失敗してしまって、そこでなんか心が折れてしまって、もともとはすごい輝いていたのに、その輝きを今失ってしまっているっていう状況なのかもしれないですが、もう一回ねその過去の栄光を取り戻すというか、かつての輝きを取り戻そうとね、今ちょっとこう奮起しだした状況なのかなと思います。まだそのかつての栄光に比べたら、まだそのね初期段階のところにはいるのかもしれないけれども、まだね以前の輝きの輝いてた時のような状態を少しずつね、過去の栄光を今取り戻そうとしていらっしゃるということですね。そのために今なんかこうね何かをやり始めたっていうところが出ていて、ペンタクルのエースっていうカードがこれ正位置なんですが、このカードが正位置になった時の意味としては、何かこう恵まれたスタートを切るっていうことですね。何かを始めるっていうことであったりだとか、まあ安定した生活を心がけるっていうことであったり、いいですね。まああとはですね、まあ資金運用をうまくいく、まあだからお金の管理をすごくねうまく、まあだからちょっと浪費してしまっているんだったら、少しずつでもね一気になんかこう浪費をやめるじゃなくて、ちょっとずつその浪費額を減らしていくとかね、まあそういったことをしたりだとか、まあ生活を安定させるっていうことですね。
例えばまあ昼夜逆転してしまっているような生活習慣をね元に戻すとか、まあそういうこともあるかもしれないし、ちょっとずつねかつての輝きを取り戻すためのこのスタートをね、もう踏み出していらっしゃるようなので、まあここからねちょっとこうかつての自分にまた戻ろうというですね、まあ自分再生計画みたいなものを今進めていらっしゃるようなので、ちょっとねこうあなた様がいないところではかなりちょっと荒れた様子だったようなんですが、それをねまたこう規則正しいものというか、まあかつてねこう自分がまあ何でしょうかね、まあ全盛期とかをね迎えていた時の状態を取り戻そうというふうに思っていらっしゃるようです。まあ荒れくれていたというか、ちょっとやさぐれていた状態をちょっと直そうとしていらっしゃるって感じですかね。で、その中でお相手の方ですね、多分ねこのやさぐれていた状況の時に結構ね人が離れていったり、誰からもねちょっとこうまああまりこう相手にされなくて、まあ心がこう寂しい、ですね、状況を過ごしていらっしゃったのかなと。もちろんね周りに人がいたっていう場合もあるかもしれないけれども、その周りにいた人たちってお相手の方の深いところまで見ていたかっていうとそういうわけじゃなくて、なんか多分ね表面的なところしか見ていない、なんかすごい浅い関係の人しかまあ多分周りにいなかったと思うんですね、人がいたとしても。でもそれに対しあなた様っていうのはお相手の方の深いところまでちゃんとこうね分かろうとしてあげていたり、理解していたり、まあ深いね関係でもあったと思うんですね。そうなった時にやっぱりお相手の方の中であなた様がこうねなんか浅い人たちばっかりと接している時に、あなた様がやっぱ思い浮かんできた時に、そこでね改めてこの美しさっていうことに気づき始めたのかなというふうに思います。これビューティーっていうことで、これ美ですね、美しさ、ね、もちろんあなた様の美しさね、まあ外見的な美しさっていうこともあれば、内面的な美しさですね、すごくこう思いやりを持ってくれていたなとかね、すごく寛大だったなとかね、すごく自分のことを分かろうとしてくれていたなっていうね、そういったこう内面の美しさであったり、あとは人としての美しさですね、すごくこう尊敬できる人だったなとかね、好きでもあるし、何でしょうかね、こうリスペクトもできたしみたいな、この美しさっていうのは何もね美容ですね、美貌っていうことだけじゃなくてね、いろんな部分でのこの美しさっていうのを、なんかねお相手の方の中では再認識しだして、あなた様の持つね、再認識ですね、まあ再評価というか改めて気づいたというかね、なんかこう見落としていたことにまた気づき出したっていうね、だからやっぱり美しいな、やっぱり好きだなとかね、どこかこうあなた様を惚れ直す感情ですね、が今蘇ってきていると、ただ同時にですね、まあ惚れ直しては来ているんだけれども、だからといってこうすぐにあなた様に飛びつくとかではなくて、ソードのページっていうカードが正位置なんですが、まあこのカードが正位置の時には慎重な行動ということであったり、まあ広い視野ということで、なんか衝動的に動いてはダメだとね、あなた様のことを惚れ直してはいるんだけれどもね、衝動的に動いてはいけないと、ちょっと慎重に動いていこうということで、かつて同じ失敗をしたからこの考えに今なっているのかもしれませんね。もともとあなた様に対して例えば一目惚れであったり、すごく惚れていて、その時になんかこう感情の赴くままにあなた様との関係を進めようとした結果、まあうまくいかなくて、例えば別れてしまったり喧嘩してしまったり、なんか離れることになってしまったりっていうところがあるから、もう同じ鉄は踏まないというか、二の舞にならないように、ちょっと今回は慎重にあなた様との関係を進めていこうと、好きという感情だけで突き進むんじゃなくて、しっかりとしたね入念な準備をしてから動いていこうとかね、ちょっと慎重に動いていこう、これ今度はもうねもうチャンスがもうね、何度もあるわけじゃないから、次のチャンスをちゃんとね生かしていくためにちょっと慎重に動こうというふうに思っていらっしゃるようで、で、ここですね。こちらのカード。ペンタクルの4っていうカードはこれ正位置になりました。これは何かこう自分の手にしたね、まあ、お金みたいなものをこう守っていたり、このお金が自分のね、今のこう基盤になっているっていうことから、生活の基盤を得るっていうね、ことを表したりだとか、まあ物心両面で満たされる。まあ物質的なところっていうのは、例えばまあお金とか、名誉とか、社会的地位とか、まああとはまあ、なんでしょうかね、物質ですとか、例えばお家とかですね、
あとはまあ物ですね。自分の欲しいものが手に入るとか、まあそういったものの部分と心っていうのは心ですから、心のね、物質的なところと心のね、両方がこう満たされるような状態になってから、あなた様とのね、愛に進んでいこうと、しっかりとこう基盤を整えてからね、やらないと。前回はおそらくね、こう基盤をちゃんと整えずに、好きという感情だけでね、惚れた感情だけで動いてしまった結果、あなた様を悲しませる結末になってしまったり、ちょっとこううまくいかないっていうね、失敗をこうしてしまった、まあしくじりをしてしまったから、もう同じしくじりをしないためにちゃんとね、こう基盤を整えてから、まあ惚れ直した感情が今出てきているから、その感情をもとに、まあこの計画ですね、を起こしていこうというふうに思っていらっしゃるということですね。で、それが何かっていうと、どういう計画を持っているかっていうと、バリアントカレッジっていうカードが出ていて、大きく進むっていうカードになります。自分からこう進んでいく。で、このカードっていうのが、Take Action with Passion っていうことで、まあ、情熱を持って行動を起こすということですね。だから、あなた様に自分の情熱を伝える行動を起こそうと思っていらっしゃるわけですね。まあ、惚れ直したという感情であったり、まあ、あとは、ね、お相手の方の中でのその情熱的な思いとか、愛情とかね、熱意とか、まあ、そういったものをこう伝えるアクションですね。まあ、告白っていうこともあれば、ね、あなた様にこう会いに行ったり、まあ、連絡の中でそれを伝えるっていうのもアクションだと思うんですけれども、とにかくこう、情熱を伝えるアクションっていうのを起こしていこうっていうような計画があるようです。で、それというのも、やはりまあ生活の基盤を得るまでは慎重にって考えていらっしゃったわけですから、まあこのペンタクルのね、自由っていうカードが出ているんですが、まあこのカードもこれ正位置になった時には、生活力、経済力を得るっていうことであったり、経済的に平和と安らぎ、経済的なね、平和と安らぎを手にした瞬間とかですね、何かこうプロジェクトが大成功するということであったり、まあ、あとは満ち足りた環境ですね。まあ、経済的にこう、すごく恵まれた環境ですね。をこう、手にするっていうことを表すカードになりますので、まあ、何かね、お相手の方が今受け負っている、まあ、プロジェクトなのか、企画なのか、イベントなのか、ね、何かこう、任された任務なのか、ね、いろいろあると思うんだけれども、まあ、そういったものをしっかりとやり遂げてですね。で、経済的にすごくちょっとこう、豊かになってきたときに、あなた様に対していよいよね、情熱を伝える行動を起こしていこうという計画を持っていらっしゃるようです。で、ここのカードですが、ワンドの6ですね。これが逆位置になっているんですが、このカードが逆位置になった時の意味としては、ですね、まあ、スランプっていうことであったり、心理的、経済的な打撃を受けるということであったり、まあ、努力がなかなか報われない辛い状況、まあ、いわばスランプですね、を表すカードで、今はまさにちょっとこう、スランプにね、直面してしまって、多分ね、こう、やさぐれてしまったんだと思うんですね。なんかこう、かつての優等生が、なんかちょっとこう、ぐれてしまって不良になっちゃったみたいな、今なんかそういう状況だと思うので、もう一回ね、その、かつての優等生の状態に戻った時にですね、あなた様に対して、ちょっと情熱をね、伝えていくみたいな、まあ、スラムダンクでいうとこの三井寿みたいな感じですね。まあ、わかる人にしかわからないかもしれないんですけども、それがね、また構成して、まあ、好青年っていうか、まあ、優等生的なところになればですね、あなた様に対して、ですね、アクションを起こしていこうというふうに思っていらっしゃるようです。はい。ではですね、まあ、今後、あなた様とお相手の方のお二人は、どんなことをこれ果たしていくのかっていうことですね、こちらを見ていきたいと思います。はい、ではですね、見ていきましょう。お相手の方ですね、とあなた様は今後どういうことを果たしていくのかっていうことを見ていきます。
ああ、なるほど。束縛から解放された真実の愛を果たしていくというか実現していくのかなと思います。これ束縛っていうのは、例えばあなた様がお相手の方を束縛しているというわけではなく、そもそも二人の関係というものが何かの、例えば縛りとかしがらみとか、なんかそういうものからこう、なんでしょうかね、抑制と抑圧というか制限とかっていうのを受けているような関係なんだと思うんですね。うん。だからその制限とか制約にね、負けずに、うん、むしろそれを乗り越えて true っていうのが出ているんですが、これ真実ですね。うん。真実の愛とか真実の関係っていうものを手にしていくよ。うん。真実の愛の関係を築いていくよ、果たしていくよっていうのが出ているので、ちょっとお伝えしていくんですが、まずここですね、オールタイドアップっていうのが出ました。これ全身を縛られるということで、まあなんかこう全身をぐるぐるぐるってね、こう吊るで縛られていて、これ身動きが取れないような状況ですね。まさに何か制限とか制約を受けているっていうような、まあそういう状況を表すカードなんですが、こういうですね、なんかこう制限、なんかこう自由に動きたいのに動けなく、させられているような制限制約っていうのをお二人の関係っていうのは受けていると思うんですね。例えばもっとね、自由に会いたいのになかなかこう会えないとか、うん、まあ遠距離恋愛とか、まあその一つかもしれないですね。うん、会いたいと思ってもこの距離があるから、なんかその会いたいという瞬間になかなか会えないとかね。まあ連絡上ではね、今は会えるのかもしれないけれども、実際に会うっていうのがなかなかできなかったり、まあ近くにいてもね、この制限のある関係性ってあると思うんですね。うん、まあ、ちょっとこう複雑な関係とかね。まあ、ちょっとこう人目を気にしなきゃいけない関係とか。うん。あとはま、社会的な立場とかのね、によってはこう、本当はもっとね、自由恋愛をしたいのにできないとか。ね、二人のいる、ま、環境に、例えばま、恋愛をしてはいけないというような規則とかルールがあったりとか。まあ、いろんな形のね、制限制約のある二人かもしれません。でもね、あなた様とお相手の方との関係というのは、この制限に負けるほどの、なんでしょうかね、こう、やわな恋ではないっていうことですね。うん。確かに制限はあるかもしれない。でもその制限を超えて、乗り越えてですね、二人はトゥルー、真実の愛を手にしていく、果たしていく関係なんだよっていうことですね。うん。ただ、このね、真実の愛を手にしていくために重要になってくるのが、うん、このね、縛りっていうものに抵抗していく姿勢ではなく、サレンダーっていうのが出ていて、これはですね、委ねる、託すっていうね、カードになります。まあ、流れに身を任せるみたいな感じですね。だから、なんかこう、川の中の流れにね、こう身を任せてこう流れていっている人が絵が描いてるわけなんですが、うん。今の状況から真実のね、愛を手にしていくためには、ね、時の流れ、運命の流れに逆らわず、それにですね、身を託していくっていうことが大事なわけですね。そこを逆らって、ね、この縛りがあるからといって、なんとかね、必死にこう、なんかこう、縛られているね、こう、鶴みたいな、あーみたいな感じで、こう、取ろうとすると、逆にね、もっと縛りがギュッて、こう、きつくなってしまって、よりね、真実の愛っていうのが遠ざかってしまうと。うん、逆に、まあ、縛りはあるかもしれないけれども、今はね、この縛られた状態の中でも、ね、時の流れとか運命の流れに身を任せていた方が、ね、いつかこれ、スーッとね、この縛りというのはこれなくなっていて自由に動けるようになり、ここですね、真実の愛を手にしていくことができるようになるから、うん、だからね、こう制限制約っていうものにあまりね、こう抵抗するというか、抗うっていうことをせず、逆にその制限制約のある中でですね、できることを思いっきりやっていて、制限制約のある中でも繋がれていることへの喜びとか、そこに愛を見出していくとかっていうのをしていくと、うん、そこから真実の愛をね、築き上げていく二人にまで、こう発展していくっていうのが出ていますから、うん、ね、抗わない。うん、逆らわない。流れにね、逆らわないっていうことをした方がうまくいくのかなと思います。はい。最後、こちらを見ていきます。ブレッシングスっていうカードです。祝福っていうカードですね。うん。まあ、このカードっていうのは、ですね、あなた様に対して伝えているメッセージなんですが、もう少しね、あなた様自身が自分の成し遂げたことをお祝いしてあげてくださいということですね。うん。ね。今まで自分は何も成し遂げていないみたいなね、ちょっとそういうふうに思ってしまっている方もいるのかもしれないですが、あなた様も今までね、いろんなことをこれ成し遂げてこられたかと思います。うん。でね、人のなんかこう達成したことを、まあ、お祝いする。この気持ちもすごく大事なんだけれども、自分に対してももっと祝福をかけてあげましょうということですね。例えば、これを継続する。例えばね、まあ、
お菓子を1週間やめるみたいなことをね、ダイエットのためにそれでできたとすると、そのね達成した自分に対してよくやったっていうことで、ちゃんとね祝福をかけてあげたり、時にはまあちょっとこうご褒美をあげてあげたりとかね、もっとこう自分にもね祝福をあげて、自分を喜ばせていくことで、あなた様の周りもねどんどんこれ開花していくよと、幸せな出来事が起こってくるようになるから、自分にもこう祝福をかけてあげることの重要性っていうのを伝えてくれていますので、参考にしていただければなと思います。はい、ということで、リーディングは以上となるんですが、最後こちらについてお話ししていきます。今回もいただいたご質問についてお答えしていくんですが、今回いただいたご質問は、君が別れたいなら別れるっていうことを言う彼氏の心理はっていうことでご質問いただきました。ご質問ありがとうございます。はい、まあこれ結局別れたいんじゃないのっていうね、そういう意思があるんじゃないかっていうふうに思うかもしれないんですが、まあ、発言から見るに、その彼氏さんは別に別れたくはないのかなと思うんですけれども、ただ、まあ、そのね、好きな、まあ、彼女がね、もう別れたいって言うんだったらば、やっぱその好きな人の意思は尊重したいっていうことで、なので、まあ、君が別れたいなら別れるよっていうことを言っているんだと思うんですね。やっぱり好きな人の意思っていうのは、まあ、尊重するっていうのは、これ一つの愛でもあると思うんですね。だから、まあ本当はまあ自分自身としては別れたくないんだけれども、まあ好きなね、彼女がもう自分と一緒にいるのは嫌とかね、もう別れたい、どうしても別れたいっていうのであれば、まあ苦しいし辛いけれども、やっぱりね、別れたいという気持ちで一緒にいられるのも、こっちも苦しいから、まあだったら、あなたの意思を尊重して別れるよっていうふうに言っているだけだと思うので、まあ本気で別れたいっていうね、わけではないと思うし、なんか投げやりに言っている言葉でもないのかなとは思うので、参考にしていただけますと幸いです。はい。ということで、B をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また、今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、あとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定も行っているので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい。その他各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、X ですね。こちらも概要欄に詳細記しておりますが、よかったらチェックしていただいて、フォローもしていただけると嬉しいです。はい。それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、最後にこちらのフレキシビリティというカードですね、もしくは C をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人の中で蘇ってきたあなた様への感情とはというテーマで、お相手の方の中でどんな感情が今蘇ってきたのかっていうのを見ていきたいと思います。はい。それに際しまして、まずはですね、お相手の方のあなた様がいない時に取っている行動がどういったものなのかということと、お相手の方の中で今蘇ってきたあなた様への感情がどういうものか、そして、お相手の方がですね、考えるあなた様との今後の計画がどういうものかっていうのを見ていきながら、今後あなた様とお相手の方はどんなことを果たしていく二人なのかっていうのも見ていきたいと思います。はい。ではですね、まずはじめにお相手の方にですね、あなた様がいない時に取っている行動がどういうものか、お相手の方ですね、の中で今蘇ってきたあなた様の感情がどういうものか、そしてお相手の方が考えていらっしゃる今後の計画ですね、これがどんなものなのかっていうのも見ていきます。
はい、ではですね、見ていくんですが、上のカードですね、お相手の方があなた様のいないところで取っていらっしゃる行動がどういう行動なのかということと、こちらがお相手の方ですね、お相手の方の中で今蘇ってきているあなた様への感情がどういう感情なのか、そしてこちらですね、お相手の方が考えるあなた様へのあなた様との計画ですね、それがどういうものなのかっていうのを表すカードです。では早速見させていただきます。はい、ではですね、見ていきたいと思いますが、はい、ではですね、見ていくと、まずね、ちょっと初めにお伝えしておくと、厳しい結果ではあるかなというふうには思います。というのは、蘇っているですね、感情というところに、ですね、このクロージャーっていうのが出ているんですね。閉鎖っていうカードになります。ですので、お相手の方の中では、あなた様との関係はやっぱり閉鎖した方がいいのかな。ちょっと幕を閉じた方がいいのかなっていうですね。そういう感情っていうのが、蘇ってきている。それも、なんていうかな。ポジティブな意味で、ですね、閉鎖した方がいいのかなっていうふうに思っていらっしゃるようで、なんかこう、ずるずると続けていくぐらいだったらば、一度こう、スパッとね、幕を閉じた方が、後に二人の関係に好転が起こるんじゃないかっていうふうに見込んでの、この閉鎖っていう感情が、今、蘇ってきているようなんですね。なので、ちょっとですね、このあたり見ていくんですが、まずですね、上のカードからでお相手の方ですね、あなた様のいないところで今取っていらっしゃる行動がどういう行動なのかっていうと、すごくね、ちょっとこう調和をですね、取り戻そうとしていらっしゃるのかなということで、周りの人との調和をかなりね、意識していらっしゃるようで、インパーフェクトハーモニーっていうカードが出ていて、完璧な調和、ハーモニーっていうことを表すカードになります。人間というのはやっぱりこうね、社会で生きていくにあたっては、やっぱり人との関わりっていうのがあるわけで、で、その、今ね、お相手の方というのは自分の、関わる人、とのですね、人間関係を少しでもこうね、良いものにっていうことで、例えば自分の関わる部署の人とか部下とか上司の人とかね、取引先の人とか、何かこう、自分でね、何かを経営していらっしゃるのであれば、自分のお客さんとか生徒さんとかですね、そういった、何かこう自分の関わる、あとはファンの人とかもいるかもしれないですけども、何かね、その自分の関わる人との調和、ですね、つながりっていうものをすごく今大事にしようとしていらっしゃるようで、なるべく何て言うんでしょうかね、この自分と関わる人との関係は良好なものにしていこうっていうことに努めていらっしゃる。だから誰かにっていうことでこう特定の人にこう力を傾けるんじゃなくて、他の人にもこう平等にね、接していたり分け隔てなくですね、自分の関わる人たちには、ね、良好なハーモニーをね、調和をこう築こうと今していらっしゃる。だから逆に言うと、今何かこう、例えば特定の人にだけこう思いを注ぐっていうのが、できない状況でもあるのかなとは思います。ここですけれども、このカードですね。運命の輪っていうのが出ていて、お相手の方が周りの人とのね、つながりを今大事にしている理由でもあると思うんですが、運命の輪っていうのはですね、運命がこれ味方をしてくれるっていうことで、運命がね、このバックにつくことによって、予期せぬ幸運が訪れたり、緊迫した状況を抜け出せたり、実力以上の結果が出るとか、そういったカードになるんですが、そういったね、ちょっとこう、今、流れが来ているんですね。お相手の方。だからこそね、そこでこう、ふんぞり変えるんじゃなくてね、偉そうにするんじゃなくて、このね、
まあ、すごく予想外のね、こう幸運な出来事とか、まあ、苦しかった状況を抜け出せたのは、やっぱり自分一人の実力とかではなくてね、うん、そこで勘違いせずにですね、周りの人の例えば支えとかね、日頃からのこのサポートがあったからだっていうことで、今ね、その周りの人たちとの関係を良くしていったり、まあ、何かこうね、日頃支えてくれた人へのこの恩返しとか、まあ、何かを還元していくとか、うん、なんかそういったことを今していらっしゃるようなので、うん、今掴んだこの成功とかね、うん、幸せな展開っていうのは自分一人のものじゃなくて、周りの人がいたからこそ得られたものだっていうことで、で、今、こう、いろんな人とのね、関わりっていうのを良くしていこうっていうふうに思っていらっしゃる。で、逆に、うん、まあ、その分ね、まあ今までね、こう支えてきてくれた人のためにっていうことで、自分のプライベートっていうのを今犠牲にしていらっしゃるのかなということで、チャリオット、戦車っていうカードがこれ逆位置になっています。うん。戦車っていうのはこういった形ですごくね、前進していってる、勢いよく前に進んでいってるっていうことから、前進するとか、大胆にね、大胆に動くとか、何か勝負を仕掛けるっていうことで、うん。まあ今まではね、ちょっとこう自分の人生を進めるっていうことに多分必死だったと思うんですね。まあその努力がまあ報われて、まあ今のね、まあ幸運な展開というのを掴んだのかもしれないですが、うん、今はね、その自分の人生というのはちょっとこうね、ガンガン進めていくというよりかは、今手にした成功とかをね、なんでしょうかね、成功とかをまあ周りの人にこう還元していくということで、逆にちょっと今は自分のプライベートとか私生活っていうのはちょっとこう、まあ、ストップというかね、うん、停止させて周りの人のためにちょっと今動くみたいなことをしていらっしゃるようなんですね。うん、だからそういったこう今はまあ自分のプライベートよりも日頃支えてくれた人のためにとかね、うん、周りの人とのこの成功の共有とか、なんかそういったことをしていきたいっていう時期でもあるから、あなた様とのね、特定のあなた様との時間を濃密にしていくっていうことはなかなかちょっとね、それができない状況でもあるので、うん、ここのね、クロージャーっていうところが出てきたのかなと思うんですが、まあ、蘇ってきたね、感情っていうのが何かっていうと、まあ、クロージャー、まあ、閉鎖っていうことですね。うん。今はあなた様のためだけにね、うん、動くとか、時間を作るとかですね、そういったことがなかなかちょっと今できない、状況でもあるようなんですね。うん。その中でね、やっぱり、関係を続けていくっていうのが果たして二人にとっていい選択なのかっていうことを考えたときに、うん、やっぱり続けていくというよりかはここで一度こうね閉鎖、まあ、幕を閉じたりスパッとねちょっとこう、うん、関係を止めた方が、うん、後にね二人の関係に良い流れが来るんじゃないか、うん、続けていくという世界線よりもここで一度閉鎖をねした方が、うん、閉鎖をした世界線の方がいい結末、あなた様とも最終的にはハッピーエンドというかね、いい結末を迎えられるんじゃないかということで、今はなんかこう幕を閉じようかなっていうですね、もともとそれを考えていた時期っていうのもあったのかもしれないけれども、うん、それをなんかこう今まではなあなあにしてね、結局はまあ決断に踏み切れなかったのかもしれないですけども、うん、今改めてねちょっとこう閉鎖した方がいいのかなっていうですね、まあそういった、うん、感情が今蘇ってきていたりだとか、まあ、カップのエースっていうカードですね。これが逆位置になっていて、カップっていうのはもともと愛を表す象徴なので、これが正位置の時には愛とかですね、まあ喜びとかですね、あとは、恋愛っていうこともね、表すカードで、まあ、愛が豊かになっていく、恋愛が豊かになっていくっていうことを表すカードになります。うん。ですが、これが逆位置になると、ですね、うん。もどかしさ、なかなかねこの愛が豊かになっていかないもどかしさとか愛の試練とかですね、うん、まああとはですね、まあなかなかこう思い通りにならない恋っていうことを表すカードでもあるので、うん、やっぱりこのまま続けていったとしてもどっちにとってもね、うん、こう思い通りにならない恋を続けてしまって二人にね例えば苦しさとか辛さとかね、まあ、悲しさっていうものが、こう、続けていくことによって、そういう感情が蓄積されていくんだったらば、一度、まあね、まあ、こう、幕を閉じるというか、まあ、終わりにした方がいいんじゃないかと。うん、その方が、ここですね、ソードの6っていうカードが出ていて、まあ、このカードっていうのが正位置になりますと、進路変更、方向転換、路線変更ということで、うん、二人の関係に、後にね、うん、嬉しい、まあ、こんな、なんでしょうかね、喜ばしい進路変更が起こるんじゃないかとかですね。うん。
ゆっくりとこれ好転していくっていうことを表すカードでもあるので、まあ、あとは大きな障害がね、解消される。だから、続けていくというよりかは、スパッとね、まあ、潔くちょっと今、幕を閉じた方が、二人の間であるね、ちょっとまあ、障害というか、まあ、恋の障害というか、まあ、ちょっとこう、妨げとなっているものも解消されて、で、後に、好転が起こるんじゃないかっていう、まあ、そういった、こう、どちらかというと、やっぱ前向きな理由でね、うん、幕を閉じた方がいいんじゃないか、潔くね、っていうふうに考える感情が今、蘇ってきている。うん、だから、もう嫌いで嫌いで仕方ないからもう別れたいとか、なんかそういうすごいネガティブな理由ではなくてね。うん、二人の未来とかを考えた時に今は幕を閉じた方が賢明なんじゃないかっていうふうに考える感情が今は蘇ってきている。うん。っていうことですね。うん。で、そこからですね。うん。お相手の方の中での計画っていうのが何かっていうことなんですが、うん。まず、ここのカードから見ていくんですけれども、ワンドの10っていうカードが正位置で出ました。このカードの意味としては、ですね、終わりと始まりっていうことを表すカードであったりだとか、あとはですね、忍耐と努力を続けることで成功をつかむということであったり、まあ、目標の達成とかですね、まあ、苦難を乗り越えるっていうことを表すカードでもあるので、うん、何かを終わらせることができたらあなた様との関係にまた始まりを起こしていきたいっていうふうに今思っていらっしゃるようなんですね。で、このカード見ていただきたいのがなんかこうね、前方がもう見えなくなるぐらいのたくさんのなんかこのワンドですね、杖っていうものを持っている人が描かれています。うん、これが今お相手の方がいらっしゃる状況を表してたりするんですね。なんかすっごいたくさんのものを今抱えているわけですね。うん、期待とかプレッシャーとか責任とかね、問題とかやらなければいけないタスクとか仕事量とか業務量とかね、任務の多さとか、なんかそういうものがあるんだと思います。うん。まずはやっぱこれをね、一旦片付けるというか、ね、今抱えているものを終わらせた後に、あなた様との関係をまた始めていく。だから、これを抱えたまんま、あなた様との関係を続けていったとしても、自分もなかなかあなた様のために動けないし、動けないってなると、あなた様にもフラストレーション、イライラとかストレスとか溜まってしまうしっていうことで、うん、なんか二重にも三重にもなんか悪い流れになってしまうっていうことならば、一度ね、まあ、ここで、まあ、幕を閉じてこれをね、今抱えているものを無事終わらせた後にまた始めていきたいなと。まあ、その時にもちろんあなた様に、まだお相手の方のことを思う気持ちがあればっていうことなんだけれども、うん、そこは絶対あるっていうふうに高をくくっているわけではないんだけれども、うん、もし自分のね、今抱えているものを終わらせた時に、まだあなた様にも思いがあって、くれたら、また始めていきたいなと、うん、いうふうに思っていらっしゃる。まあそういう計画は持っていらっしゃるようですね。そういった意図を持った、まあこのクロージャーですね。で、Reaching Your Destination というカードが出ていて、目的地に到達するということですね。まあ目的地に到達するというのが先ほどで言うところの終わりの瞬間ですね。何か自分の抱えているものを終わらせられた時っていうのが無事に目的地にたどり着いた時だと思いますから、その目的地にたどり着いた後に、まだあなた様にね、お相手の方を思う気持ちがあるんだったらば、また始まっていきたいと。うん。新たな、まあ何て言うんでしょうかね。二人にとっての、まあ、第2章なのか、第3章なのかね、第4章なのか、これはね、まあお二人の歴史によってこれ変わってはくるんだけれども、うん、また新しい章をね、始めていきたいと。うん。いうふうに思っていらっしゃる。っていうことですね。うん。で、ですね。見ていくと、こちらのカード、ソードの5っていうカードが正位置で、このカードが正位置になりますと、強引な手段、強引な態度っていうことであったり、目的のためなら手段を選ばないっていうことで、やはりね、まあ、なんて言うんでしょうかね、まあ、こう、自分の今抱えているものと、あなた様との関係を続けていくっていうのは、さすがにちょっとこう、まあ、強引が過ぎると、うん。ってなると、どっちのこともやっぱ無責任になってしまうっていうところがあるので、今はひとまず自分の抱えているものをこうね、終わらせてから、あなた様との関係をもう一回始める方が、うん、どっちにもいい結果をね、いい結末をもたらせるんじゃないかっていうことで、まあ考えた末でのこのクロージャーっていうのをした方がいいのかなっていうですね。うん、まあそういった感情が今は蘇ってきてはいるようです。うん。では、
今後ですね、あなた様とお相手の方というのは、お二人は何をね、果たしていく仲なのか、関係なのかっていうのを見ていきたいと思います。ではですね、見ていきましょう。今後お二人はどういったことをね、果たしていくのかっていうカードです。はい、ではですね、見ていくんですが、まあ、果たしていくというよりかは、ちょっとまあ、今後の流れみたいなところが出たので、ちょっとお伝えしていくと、アクションというのが出ました。これ、行動というカードなんですが、この行動というカードには、なんかこう、星にめがけて矢を放とうとしている人っていうのが描かれていると思うんですね。で、この星っていうのが希望とか理想とか願い、目標を表す象徴です。で、この星を狙っているのは一人です。うん、ですから、今ですね、今というか、まあ、これからにおいて、ね、あなた様はあなた様の、そしてお相手の方はお相手の方の目指している願いとか、夢とか、まあ、理想というものにめがけた行動をして、実際にこの星を打ち落とすっていうのが、こう、理想をね、こう、叶えた時とか、願いを実現した時になると思いますので、まあ、そういったアクションをまず起こしていった方がいいし、その、まあ、お互いが、まあ、個々人が持つ、その願いとか夢っていうのを、この、果たした時に、二人の中である共通の考えが芽生えてくるというのが出ていて、それがここだっていうのが出ているんですね。ハッピーソウツっていうカードが出ました。ハッピーソウツ。幸せな思いということで、ね、お相手の方もお相手の方で、まあこれからね、何かこうまだ目指していく。まあ人とね、今運が味方について、まあ嬉しい出来事にはなっているのかもしれないけれども、まだ過程だと思うんですね。ゴールに行くまでの道のり、過程。うん、だからこれから先においても何かまだ達成したいことがあるだろうし、あなた様も今ね、個人の人生の中で持っている夢とか願いとかがあると思うんですが、それを例えばあなた様が達成した時、お相手の方が達成した時に、共通して二人の中でこの幸せな思いっていうのが思い浮かぶ。それは何かっていうと、二人が笑顔だった時の瞬間がファッと思い出されるんですね。うん。これがもう一回二人を結びつけていくっていうのが出ていて、うん。例えば、まあ、お相手の方は今どんな目標をね、追いかけていらっしゃるのかわからないんだけれども、それをじゃあ無事達成して しましたと言った時に、うん。その時にお相手の方の中であなた様のことを思い浮かぶわけですね。しかも、あなた様と笑顔だった時のこと、これ、think about a memory or something else that makes you smile ということで、まあ、あなたを幸せにする、まあ、記憶とかでき、その他の出来事が思い浮かぶと考えるということなんですけれども、目標達成した時に、あ、そういえばあなた様何してるかなとかね、いや、あなた様と過ごしていたあの時すごい楽しかったなっていうことで、あなた様のことを強く思うようになるんですね。で、あなた様もあなた様で自分の目標を叶えた時に、あ、そういえば今までちょっと目標にね集中していたけれども、そういえばあの人今何してるんだろうとかね、今もなんかこうどうなってるんだろうかなとかね、こうお互いがこう思い出すようになって、その思い出した思いっていうのが二人を引き寄せていくっていうのが出ていて、大天使ラファエルっていうのが出ているんですが、愛、思いやり、優しさっていう意味のカードになっていて、愛、思いやり、優しさにまとわれた、まとわれたというか、まとった、そういった優しいね、波動をまとった天使がこっちを見てくれているということで、お互いに愛、思いやり、優しさを掛け合うような、そういったなんて言うんでしょうかね。うん。すごくこう、優しい雰囲気にまとわれた、関係ですね。うん。なんかそれをこう果たしていくと。で、今はどうかっていうと、クロージャーを考えてるってことは、どうしても今ね、まあ、純粋に愛とか思い合いとか優しさ、っていう感情だけで向き合えないような状況になっているかもしれません。例えばあなた様の方はお相手の方に対して愛、思いやり、優しさっていうのはあるのかもしれないけれども、それ以外の例えばまあ不安とか疑いとかなんか嫉妬とかなんかそういうものを今向けてしまっている。で、あなた様もお相手の方に対して例えば
ね、あなた様を不安にさせてしまっている罪悪感とか、まあ、申し訳ない気持ちとか、なんかこう、その他のなんかこうね、気持ちとかが、ね、純粋に愛、思いやり、優しさっていうだけを向け合った関係には今慣れていないのかもしれません。でも、それぞれがね、まずは自分の目標を目指していくっていう道、それがまあクロージャーっていうことだと思うんですが、それを目指していく道を取って、実際にそれを達成していけば、二人のね、幸せな思いがお二人の中に共通して思い浮かんで、あ、今だったら愛、思いやり、優しさでね、向き合えそうだなっていうことで二人がまた引き寄せられていって、うん、純粋な愛によるつながりっていうのをこれ達成していくようになるということなので、うん、だからこそこのクロージャーっていうのはすごく、まあ、その時は苦しい決断かもしれないけれども、もう振り返ってみれば、二人にとってのはすごく重要なね、うん、決断にはなってくるのかなとも思うので、まあもしね、こういった決断を取ったとしても、まあネガティブなね、うん、捉え方ではなく、まあポジティブにね、こう受け取っていくことで、まあまた二人が幸せになっていくっていうことが出ていましたので、うん、参考にしていただければなと思います。最後、選択肢のカードです。フレキシビリティっていうカードで、これ柔軟性っていうカードですね。うん。今、あなた様にとって大事なのは柔軟性。まあ、竹のようにね、こう、竹ってこう結構しなると思うんですけども、そういった柔軟性が大事だということで、うん、何かにこう固執してしまったり、まあ、頭が固くなっていては、なかなかね、今の状況を乗り越えられなかったり、幸せな展開がつかめなくなるから、まあ、ちょっとこう柔軟にね、物事をこう考えていく。うん、まあ、その頭の柔らかさっていうところが大事。うん、だからちょっとこう固執しているものからちょっとこうね、解き放たれてみたりだとか、ね、こだわり続けていたものをちょっとこうね、そこを手放してみるとか、まあそういったことの方が物事はスムーズにいくよっていうことを伝えてくれているので、うん、まあこれもね、参考にしていただければなと思います。はい。はい。ということで、リーディングは以上となるんですが、最後こちらについてお話ししていきます。今回もいただいたご質問についてお答えしていくんですが、今回いただいたご質問は、君が別れたいなら別れるよっていうことを言う彼氏の心理はっていうことでご質問いただきました。ご質問ありがとうございます。これ結局そっちが別れたいんちゃうのっていうね、まあ、そういうね、心理も考えられはするんですが、そうではないかなと思うんですね。どちらかというと彼氏さんは別れたくはないんだけれども、まあ好きなね、人の意思は尊重したいから、まあだったらば別れるよっていうふうに言っているだけで、うん、まあ好きなね、彼女さんがね、別れたいっていうのであれば、うん、だったらばやっぱその好きな人の意思を尊重したいっていうのは、これ一つの愛の形でもあると思うんですね。うん。実際に別れるのは辛いけれども、好きな人がね、別れたいという気持ちで一緒にいられるのも、やっぱそれは辛いっていうところもあるし、うん、別れて、例えば次のね、道に進みたいっていうのを好きな人が思ってるんだったら、それを尊重してあげたいっていうのは、まあこれかなりね、すごく、まあ何でしょう、高尚な愛でもあると思うので、うん、だからまあ愛する人の意思を尊重した上での発言なのかなとは思いますので、うん、なんか投げやりな感じで別れたい。ね、もともと別れる気があったのを言わせたとか言わせたいからとか、そういう心理ではないんじゃないかなっていうふうには思います。はい。ということで最後 C ですね。お選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画少しでも役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、あとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定も行っているので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい。その他ですね、各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、X ですね、こちらも概要欄に詳細記しておりますが、よかったらチェックしていただいて、フォローもしていただけると嬉しいです。はい。それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。